イノコブは漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では152番目に置かれる。イノコ字は豚を意味し、その側面から見た形にかたどっている。ちなみにその頭だけの象形は、刑事である。豚は中国で古くから飼育されている家畜であり、六畜の一つに挙げられている。その肉は、食用され、特に中華料理において、 肉といえば、豚肉を指す。現在でも中華人民共和国は世界一の豚の使用国であり、その使用頭数は世界の50%近くを占める。なお豚の総称を表す字には、イノコ、チョなどたくさんあるが、関西の方言に、チョは、北園、朝鮮の間はこれを、と言い,い、赤の東西はあるいは、これを、と言い,い、あるいは、これを、 イノコと言い、南スワイはこれを、木というとあり、各地域で異なる、発音のあったものに異なる字を当てた、方言字であったことがわかる。以後、共通語として、著字が使われ、現在に至っている。なお、日本では、奈良時代以降、仏教の普及により、肉用家畜の使用文化が薄くなったため、著字は家畜化された豚ではなく、野生のイノシシを表すようになった。中国では、 豚とイノシシを字で分けることはなく、区別する際には豚をイエチョ、家ョイノシシをのチョとする。なお略字を政治に採用する現在の日本と中国では、俗字のチョ字の方を使っている。また、日本で豚を表すのに用いられる、豚字は小さな豚の意味である。変貌のイフとしては豚に関することを示す。この時左の辺の位置に置かれて、左右構造を作り、 下部の足の位置に置かれて上下構造を作る。イノコ部はこのようなイフを構成要素に持つ漢字を収める。また、像のように懐書でイノコの形に近い筆画を持つ字もこの部に収められている。イノコありがとうございます。